今日はですね、このというのはガットギターですね、エレガットを、楽器屋さん、町田の、島村楽器まで持って行ってですね、弦の張り替えを教わってこようと。まあ実際のところ弦の張り替えは、ネットで見て自分でやりゃ済むことなんですが、買う時にですね、いろいろ、親切にしてもらいました。あといろんな、最近のね、この、エレガットの事情をよく詳しく教わりました。でその店員さんがすごく、丁寧な方でね、あれ、これガットの、弦の張り方ってやったことないなーって話したら、じゃあ持ってきてくださいと、その時にレクチャーしますよという話だったので、本当は必要ないかもしれませんが、そういうお付き合いですのでね、行ってみようと。で、このギターのおかげでどんだけ、オープンマイクでね、助かったかという話をちょっとしてこようかなと思います。まあちょっと遠いので、この楽器屋さん、同じ島村楽器がそれよりも駅だいぶ手前のところにもう一軒あるのを発見しちゃいましたし、地元でですね、友達と言っていいのかな、ギターの先生が、楽器屋さんやってますんで、弦だけ買えばいいというような状況になった時には、まあ、地元で買いますがという話をしてこようと。まあそこまで言わなくてもいいんだけど、何かね、大きな悩みとかあったら来ますねという形で、そういうお付き合いの仕方がいいのかなと思います。ポンちゃんはギターのネック部分、ケースの上、ここが大好きです。ポンちゃん、これから楽器屋さんに行くんだよ。一緒に行きたいんだよね。行きますか。行くよね。ちょうどさ、ここにさ、お尻を乗せてさ、ちょっとしこがこからみつけ顔ば。が出てたらあ、可それ愛いけはどね。可愛いけど、ちょっときつい。いいかな？あ、結構ポカッとしてるんだ。ノリ。はい、じゃんくんも何？ってなってるね。ヤンくんも一緒に行こうよ。ヤンくんはどこに入っていく？ケースの中に2人で入ってギターを外で持って。手で持っていくんかい。そう。いいね。いいね、それね。ヤンくん、かわいいね。こんなのいたらかわいいよ。ヤンくん。違う、スイッチを間違えた。ちいちゃんのギターと同じのに色違いあ、そう。それだけ？こんなやつだったよそんなね。やつだね。これさ、なんで違うのかな？こういう柄の時とこういう柄の時と。なんだろう、音叉っぽいけど。これもでも王様っぽい。これに王様のマークがついてるだけで、こっちはついてない。何が違うの？ただのデザイン？初めは安めのでもいいかな。この辺。安めのやつの硬いやつにする？そうだね。どれが硬いの？どこに硬いって書いてあるの？わ かんない。これが一番売れてるね。オレンジがあんまりなくなって。ハイテンション。ハイテンション。これミディアムって書いてローある。テンション。クラシックミディミディアアム。はい。ってことはハイテンションで、どうせ何かしら買って帰ると思うけど。あるので、色自体はどうしても戻っちゃうんですけど、個体によっても違うし。グッと一瞬させます。それはもう、デフォルトでそういう風にしてあります。で、まだ終わってなくてですね、はい、ここでチューニングするんですけど。へぇー。
のね、音がねスチール弦のようにやっぱり硬い音になるんですね。これが、以前張っていた弦とあまり変わらない感じのものですね。うん、かなり柔らかいです、やっぱり。最近少し涼しくなってきたので、窓辺の花をまた復活させようかと思いますが、今日は結構天気がいいのでね、気温は低いけれども日差しが、うちのママさんの肌に悪いそうですので、もうちょっとしたら閉めようかな。ここ風はねこちら側から取っています。気温は2階なので意外と温まるんですよね、部屋がね。なので風を通してという感じです。はい、じゃんくん、はい、こっちゃん、二人で寝ればもう。お昼に寝るもんね。朝は甘えんぼさんモードだよね。はい、はい、はい、
両手がいたよ。ポンチェン、なんでも乗っかるポンチェン。ポンちゃん、ちゃんかわいいね。はいはいはい、はいはいはい、カメラにシュリシュリ。